まずこんにちは。4月になりまして、桜の咲く、素晴らしい季節がやってまいりました。この季節、新しい出会い、新しい生活の始まりの時期ではないでしょうか。希望あふれるそういう時期ではございますが、まだまだコロナウイルスが収まっておりません。そういったところでございますので、気分的になかなか前向きになれない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。今月も偉人の言葉に耳を傾けて、人生における教訓を学んでみましょう。今月の言霊、宇月の言霊はこちらです。正岡子規さんの筆任せという随筆集の中の一文です。なすべきと思いしこともなし得ぬこと多く、なすべからずと信ずしこども、いつかはこれをなすに至ることしばしばなり。はい、直訳いたしますと、これを達成しようと意気込んで挑んだことも、それを達成できないことは多く、逆にこれはできないだろう、これはやらないと思っていたことも、いつの間にかできるようになっていた、そういったことはよくあることだという意味でございますが、この言葉から得られる教訓は何でしょうか。この正岡子規という方自身、幼い頃に父親を亡くして突然家督を継ぐことになったり、哲学を勉強しようと哲学科に大学には進学しますが、途中で文学の道に興味が出てきて国文科に転科してみたり、新聞記者として働いている時も従軍記者として戦地に赴いて取材をしようとしていたところ、突然終戦したり、そんな中で結核を患ってしまう、そして将来的には歩くことも困難になってしまうわけでございますが、そんなこともあり、将来的には随筆、俳句の世界で名前を残すことになったという人物でございますが、まさにこの言葉のような人生を歩んだ方です。この言葉、皆さんにもよく、こういうことあるなと思っている方多いかと思いますが、人生、何が起きるか分かりません。人生思い通りにいかない、大意的にはそういうふうに捉えることができるのではないでしょうか。この新しいことを始める季節、新生活の始まりの時期、よし、これはやってやろう、これだけは達成しようと思っていることも、達成できないことがあったり、逆にいや、これだけはやりたくないなとか、新しい仕事、この役だけは当たりたくない、そういうのに当たってしまって、逆に自分が嫌だったことに専念することになってしまって、結果として、それがすごく得意になったり、それが人生を変えるきっかけになる可能性もありますよね。人生、何が起きるかわからない、思い通りにいかないからこそ面白いということで、達成しようと思っていることが達成できなかったとしても、そこでめげることなく前を向いて進み、逆にこれはやりたくないなっていうことも、とりあえずやってみて、そこからですね、もしかしたら自分の人生を変えることが、見つかるかもしれませんよね。そんな言葉、今月も飾っておきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。